どうも皆さん、ご心配おかけしました。こちらのですね、命のカプセルっていう、これを見てですね、育てようと、卵からですね、うずらを孵化させようっていう、壮大なうずらプロジェクトが始まったんですけど、ちょっと先日、うずいちが行方不明になって、もうほんとうず太郎も、一時期はね、うず太郎も行方不明になって、もう本当に、ものすごいなんか、まだ声潰れてるんですけど、そのなんか、本当なんかその探し方っていうか、なんかその、なんて言われたんだっけ？探し声が、やばい。泣き方？が危険だ。泣き方が危険だ。泣き方が危険だとまで、危険とか言われるぐらい、私、本当にうず太郎好きなので、うずいちもそうなんですけど、本気で悲しかったんですけど、なんかね、とりあえずうずらのこと、うずらがどう、その、いなくなった時に、どういうふうに、なるかとか、どういう行動するかとか、どういうところにいるのかとかっていうのを聞こうと思って、最初全然違うところに電話がつながったんですけど、結局浜名湖ファームに連絡をして、うずらの特性とかを、話をね、聞こうと思って聞いてたんですけど、結構この悲しみと命の、このなんかこう、な、いる、なんか、もう何とも言えないことをですね、聞いて、もう本当にね、こう、お忙しいところを話聞いてくれて、すごいなんか心が楽になったというか、そうなんだ、みたいな、命について考えて、で、もうあまりにも、すごいね、3日ぐらいね、もう、本当なんか、自分が生きてるのもなんか結構辛いぐらいな感じだったんですけど、落ち込みっぷりがすごかったんだけど、結構ね、ちょっと復活して、で、休んで、金曜日にお話をさせていただいて、土曜日に体力を、まあもちろん、うずいちを探したりとかしながら、体力を回復して、もう速攻、浜名湖ファームに行ってきて、うずいちの、なんか魂っていうか、ね、うずいちの小屋にあった、うずいちが大好きな砂浴びをしてた砂とか羽とか、あとうんちとかが、ちょっと、迷惑にならない程度、ちょっと瓶に入れて、うずいちの魂をふるさとに返す、みたいな気持ちで、浜名湖ファームに行ってきて、もう、とりあえずもう、お礼を言おうと。励ましていただいた、一番辛い時に励ましていただいた、こうお礼を言おうと思って行って、で、もうね、まだ全然その買い物に行くとか、なんかこう、いろいろなことがまだやるみたいな、こう、気分に全然ならなくて、で、まあとりあえず、うずらのファームなんでね、うずら農家さんなんで、そこで、まあ、いろいろな商品を買って恩返しをしようみたいな感じで、思ったんですよね。なんか、そのラインナップの商品がいろいろな多岐にわたってあるんで、しかもここ、神奈川県で静岡県なんで、そんななんかこう、こちらからお礼とか差し上げても、そんななんかね、もう大体静岡のものは神奈川でも手に入るし、神奈川のものは静岡でも手に入るし、そもそもそんなすっごいなんかの、もう田舎っていうわけでもないし、なんかね、私はもう結構なんか浜名湖とか、浜名湖あっちの、なんだろう、あれはなんだ、浜松とか、あんまりいい印象はなかったんですけど、自動車免許でね、あそこにいた記憶があって、いあのちょっと、うん、なんかブラックなイメージしかなかったんですけど、ちょっと久々に浜松に行ってきまして、いろいろ買ってきました。
すっごい親切にしていただいて、一番なんかの、これ直接行かないと、買えない命のカプセル、この命名もね、命の、これうちのちびすけがやりたがってて、これすごくないですか？もう、火曜日に行ったら、ひなが生まれる、1ヶ月に1回ひなをね、生まれるから、火曜日がって言われたんですけど、もう、春休みが、今春休み中なんで、ちょっと夜帰ってくるの遅くても大丈夫だからと思って、うち、うず太郎もいるし、ハリネズミもいるんで、その、1日とか2日とか旅行に行くわけにいかないんで、日帰りで行って帰ってまいりました。で、これはなんかね、浜松の人、その辺とかのうずら農家さんのあるようなところ、うずらの卵を食べる人はみんな持ってるっていうくらいの武器らしいですわ。でもこっちでは全然こんなの見たことなかったんで、で、ちょっとこれをやりたいって言ってですね。で、卵ここに、ね、この、こういう、多分ね、容器代がむちゃくちゃお金かかるんだと思うんですよ。この、卵パック。うずらの卵パックがお金かかるから、これだと結構大容量の、あれで、300g。まあなんか結構600g入ってる、もう雑貨に入ってるんで、直接買いに来るしか、ちょっとこれは多分配送とかすると割れちゃうって、卵なんでね。もう私なんかはもう、本当にこのうずらを、うずら、もう大好きなんで、待って、こっちの卵でやって。それ何の？ちょっと待って、こっち、ここでちょっとこの卵を。開けたいんだけど、ここ。ここ。ちょ。そして、こう。タロちゃんだと思うでしょ？ちょっと、あっち行った。ちょろっと。まずね、うずらをね、うずらを見せていただいて、この子はね、メスなんですよ。で、うちオスしかいなかったんで、オスしかいなかったんで、メスはね、柔らかいんですよ、とか説明していただいて、柔らかいんですって言って、触らせていただいて、これがやりたいみたい、うちのチビスケは。なんか容器みたいなのがないと。ちょっと、ちゃんと。容器。うわ、バカ。うわーず。生のまま。このね、口開けてる。まず、メスのうずらちゃんをね、触らせていただいて、したらもうね、柔らかいのよ。でも、あまりにもこう、可愛くて、もう、離せないくらいなんかもう、可愛すぎて、本当に好きなんですねって言われたくらい。本当に好きなんです。しかもなんか撫で方慣れてますねとかも言われたんだけど、それはもう毎日うずら撫でてるから、それ慣れてますっていうような感じでね。で、うずらさんをね、見せていただいたりとか、で、この子は、ちょうど、ほら、女子高生みたいな感じの、ちょうど生後1ヶ月ぐらい、この火曜日の日に、新たな、命が生まれるみたいな感じなんだけど、ちょっと容器ちゃんと持ってきて、で、うずらのね、うんちくとかもすごいいっぱい話しましたよ。このうずらの卵の白い卵がね、結構いい卵だそうです。殻が。白くない、この
卵とこうやってちょっとね普通に見るとこっちの卵の方が良さそうに思うんだけど、でもあのこの白くこうかかってる方が免疫がいっぱいあって、でちょっともうそこでバリバリやらないで、で今ちょっとこのうちのちびすけが卵割り切りを使ってうずらの卵が食べたくてしょうがないみたいで、私はねうずらの卵を食べるのがちょっと本当になんか何だろう意外と苦手みたいな、あのた卵をあのもちろん鶏の卵で卵かけご飯とか食べるんだけど、うずらの卵わざわざうずらさんの卵を食べる必要ないじゃないみたいな、好きすぎて可愛いからだけどそれは違うんですよみたいな、やっぱりなんかこうコロナでね飲食店がこんな状況になると3割生産を減らせみたいな感じで言われても、あのこ うずらさんたちの数が減ってるわけじゃないのに3割卵を産むなって言っても無理だからすごい大変だって、あとその結構原油価格が高騰してて、その餌代とかそういうのが3割カットなのに経費がかかるみたいな、すごいなんかうずらのなんか命のロマン、うまく言えないですけど、もうねこの子があまりにも可愛くてずーっとここ痛いですみたいな感じで、それでねあのちょっと太郎の嫁にって言って、ちょっと太郎も本当になんか落ち込んで泣きもしなかったね、うずいちがいなくなった時っていうか、まあ自分も行方不明になって2時間ぐらいいなかった時とかがあったのでちょっと怪我もしてたし、それで落ち込んで全然ねあんだけグケケって泣いてたのが、メイマもこうやって喋ってても太郎の声聞こえないって言ったら、あれ多分うずいちがずっとうるさかったんだよね、うんうん、でこのねちょっとねうずみをね見せたところ、太郎グケケって泣いて、でうずみもねまあ女子高生だから結構懐くみたいで、でもこれなんかねもう1ヶ月過ぎて卵を産み出しちゃうと結構もうあの女性になっちゃうと懐かないって言ってましたよ。でもなんかもういっぱいのうずらでものすごい可愛くて、もう可愛い可愛いよ蓮子、もう全然なんかこのオスと柔らかさが違うね、なんかねもうなんだろうこのうずいちを失ってすぐにじゃあ次のうずみって言ったらなんとなくこう薄情な感じがするかもしれないけど、いや命ってそういうあれでもないですみたいな、もうとにかく励ましていただいて、うん、なんかねあともうオスのうずら自体がものすごいなんかの壮絶なドラマなんですよ。こう生まれてもともとねこの私が手にしたこう検証で当てたうずらの卵自体が有精卵じゃなくて無精卵として出荷されてるものだから、そこからねいくら孵化させてもうずらが生まれるわけないって思ってたのが、うちうずら生まれて、でしかも生まれてもオスとメス大体あの確率が半々だからあのオスとメスで生まれるっていうのを聞いたことがあるけど、オスにはってうち本当にニワともオスで、でもねものすごいうるさくて、で戦いあったりとかもしてたし、でもオスしか知らないからメスのこの柔らかさ泣かないで、この肌とかもうね聞いてた時にもうなんとなくもうねメスとオスは違いが分かりますって、この模様とかも違うし触るとねオスは筋肉みたいな感じで結構硬いんだけどメスは柔らかいんですって、もうなんかこの女性って感じのこのもうそれでもうおとなしいのよメスは、
オスは結構あの性欲も強いしね、タロちゃん気性が荒いんですけど、メスはもうむちゃくちゃ静かおとなしい。まあ、でもタロちゃんもね、なんかね、メス見て、いつも家に帰ってくるとうずいちがグケケって泣いて、タロもグケケって泣いてたのが、もう家帰ってきてももうね、グケケも言ってくれなくて、それだったのがちょっとなんかね、うずみの顔見たらちょっとオスの本能というか、グケケって、これがうずみで、うず太郎、うず太郎、ちょっと全然違う。オスはね、あのヒナから、ヒナっていうか卵が有精卵を孵化させて、孵化器みたいな、もう業務用の孵化器みたいなので1万羽孵化させて、で生まれてすぐにどん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 なんかあの判別していく鑑定士の方が来て、ウズラのオスとメスをあの鑑定して、もうメスはあの育ててもらえるって、卵を産むあの働き手になるんだけど、オスはねその後結構あれなんですよ、なんか言って、まあオスはもうそのもうあの命のバトンっていうね、残酷な。でやっぱり有精卵を若干残して次の命につなげていかないとっていうことで、1ヶ月に1回なんかの1万羽、1万個の卵をあのなんか孵化させてこう回してるみたいなんだけど、ちょうどねうずいちとうず太郎の同期が、ちょうど6ヶ月選手があの現場の第一線でですね、卵を産んで、もうそのなんかそのね、卵のゲージの中もなんか鶏と違って、鶏は一羽一羽もうこう入って卵がコロンって出てきて、でなんかもう本当に切ない、あの余計のあのやつはねものすごい切ない状況で、であの平飼い卵って言っても結局あのカラスとか猫とか外敵が網から来たりとかするのを防止するために結構キチキチに、平飼いって言ってもそんななんか私たちがイメージしてる大草原に鶏を放って平飼いっていうわけじゃなくて、あたまたまね神奈川県民なんでね、あのそういう養鶏は見たことがあるから、ただうずらのあれは養順場っていうらしくて、養順場は全国に27個しか今なくて、その27個のうちの大半が静岡の浜松のあたりに、一番なんか環境が適してるみたいな感じで、もうなんかとにかく私はあの鶏くんよりもこのうずらのこの生地のね、生地化なんでね、このカラーリングのこの本当にね、うちのうずらは、うずらすごいなんかわいい。大好きすぎて、喪失感もすごかったんですけど、このメスのまた違う感じ、あまりにもかわいいんで、あの、連れて行きますかみたいな、ご厚意でね、うちに連れてくることができまして、で、タロクも今元気に、元気を取り戻しているっていう感じ。太郎くんが全然持った感じ違う。太郎はで、うずらの卵も結構ね買ってきたんですよ。このもうせっかくなんで行って、車で行くのすごい怖かったけど、あの卵とささみとのセットと、あとはねいろいろ買ってきたんですよ。あの卵のね、採卵っていうのかな、だからあの卵を収穫するやつも体験させていただいて、説明も聞かせていただいて、このね元気なお母さんが産んだ
命のカプセルっていう、このパッケージでも買わせていただいたりとかして、もうこんなうずらの好きな人他にいないんじゃないかっていうぐらいうずら大好きなんですけど、でも私は卵を食べないというか食べたことがないというか、特に水煮の卵なんてもうかわいそすぎて嫌だと思ってたんですけど、あとこのなんかうずらの卵、王子みたい、うずら王子みたいな、なんかのこれね、おやつに、これもちょっと賞味期限が長いみたいな感じでね、こういうこうかわいい、これもうずら王子おやつにっていうやつとか、あとはね、うずらのうずらボックス、うん、これかわいいでしょ、これこの子はメスの子みたいなんですけど、この箱とかね、あのかこれもうものすごい、なんかもううずら界の役者ですよ、役者。でもなんかここにね、多分ね、あのお父さんの手写ってんの、こっちのここに写ってるっていう手が、これに一目惚れしたんだけどね。もう卵いっぱい買ってまいりまして、本当にもうなんかそうなんかこう知ってほしい栄養満点のうずらの卵、美味しく食べて免疫力アップ、普段買わないからうずらの卵、あとうず太郎くんにあのご飯、うず太郎のご飯買ってきて、うずらの餌っていうのは、ちょっともう本当なんかこんなに人生でうずらの卵こんなにいっぱい、何個ぐらい、もう結構いっぱい、いっぱい、もうものすごくいっぱいうずらの卵こんなにいっぱいどうすんのみたいな、うん、まあでもうちのちびすけはね、うん、食べてもね全然あのコレステロールとかするの、これがねすごい、なんかあのうずらの卵を12個ぐらい、1パック60個ぐらい、え、60個 1個で 10g、 あーそういうことね、なんかねうずらの卵をなんか12個使って目玉焼きを作って食べるやつとか、もううずらのもうファームさんでしかできないみたいな、あとうずらの卵は2分半で半熟、3分で固ゆで、でこうやってなんかのもうね、ものすごいなんかすごいね、すごいよ、うずら一粒に栄養がギュッと詰まっている、ビタミン B2 は 1.7 倍、ビタミン A は 2.5 倍、おーすごいねこれ、なんかね、はっきり言ってね、うずらちゃんのね、匂いが全然なんか、ご飯でこんなに違うんだっていうくらい、なんか、太郎は、あの、普通に、あの、ペットフォレストで売っている、最初はね、あの、ドリームうずら大学のご飯を食べてたんですけど、今はね、うずらのご飯、ペットフォレストで買ってきてるやつを食べてるんですけど、やっぱりね、匂いが、うずらの匂い、結構うずら臭がする。あの、餌が多分なんかその匂いするから。でも、あの、こっちのうずみちゃんの方はね、全然、匂い。うん、そんな匂い全然しなくて、なんか餌にすごいこだわりがあるみたいな。ちょっと米ぬかみたいな匂いなんだよ。うずみ全然匂いしない。本当に可愛い。で、うちに来たらすぐに砂浴びをね、やってました。なんか、あの子の物語もね、この子も、今女子高生だけど、あともうちょっと経ってくると、うずらのお仕事が待っていて、毎日卵を産んで、その、っていうね、1年間産んで、
お勤めが終わるまで集団生活でね、だいたい何人ぐらいかな、5なんかグループでね暮らして、メスだけでいる無精卵のグループと、オスが一匹混じっているグループとあって、やっぱオスがいるとやっぱオスにねやられちゃうんで、頭ここうずいちみたいにはげちゃう。あとやっぱりオス、激しいオスだと羽とかを掴んで、あのこう性欲たぎってるんでね、うずらは結構あのボロボロにねなってるうずらさんいました。ただ有精卵むちゃくちゃなんかの切ないなーとかって思って、でうずらの卵っていうのは普通ね、鶏だと朝一に、朝起きたらすぐになんか朝一に午前中とかに卵を産むんだけど、うずらの卵はあの夕方に産むとか聞いて、もうそこら辺でも私と相性いいなみたいな。私朝一とか言われても朝一全然元気ないんで、夕方ぐらいから徐々にこう元気が出てくるから、もうそういうのもね行こうって思っても、家を朝出てちょうど昼過ぎぐらいに着くからわーみたいな。ここ焼き鳥、うず太郎がなんか本当に元気になったね。もう全然泣かなかったのに。でもなんかあのガッガッガッっていうのはだから多分あれうずいちがうるさかったんだな、あいつが。あいつな、あいつがいないっていうのはものすごい。もうこのうずみもね、そして今環境変わったところで来て本当にびっくりしてると思うんだけど、でもあの過酷な労働環境からですね、救ってきたみたいな。ただタロに狙われると全然なんかの環境がね違ってくるんで、なんかやっぱりね命をねいただくっていうか、やっぱり人間はものすごいなんか罪なあれだなと思う。やっぱり本当にあのなんだろうね、切ないよね本当に。オスのうずらがね、方法のね、もうああいうのとかかなり切ない。ちょミルワームが引っかかると、ほんとかわいい、かわいい、すっごくうずたるピヨピヨ。本当にメス静か、すごくおしとやかというか静かで、私は復活をして、てかもううずら博士みたいな。でもなんかもう卵をね食べるとか割るとかね、そういうのなんかちょっと命の価値で食べれないやんけっていうぐらいバズってるワードなんだけど、ちょっとね苦手かな。でもうちのちびすけはうずらの卵が好きみたいで、もう早速なんかこれあのパカってやって、なんかもうそのまんま食べちゃった。残酷な。ちょっとこれちょっとやってみて、これもこのパッケージがもう本当に誰書いたんだろう、もう完璧みたいな。そう、うずらの卵をさ、ちょっと実演してみて、これ。あの、ハサミみたいな、これ一回やるとやみつきになるみたい。ここでちょっとこれでやってみて。ここで。おぉ！パカッ、すっげえ！家だからさ、すげえ食べて。ちょっと殻、卵の。もうね、生まれてきた時はこんな感じに綺麗に割れてなくて、もっとジャギジャギに。ほんと命のカプセルだわ、これ。
これだってこれを孵化させたらこの子らが生まれるわけで、それをそのまま食べちゃった方がいいのかねとかって言って、なんかね、今日ずっと帰ってくる間中ずっとちびすけと喋ってて、うずらとして卵でもうこれですぐ食べられちゃったらそこで命が終わっちゃうんだけど、こうやって生まれて、オスだったらもうすぐ命のバトンで他のね食べ物になっちゃうわけですわ。でメスだったら1年間ずっと働かされるわけですわ。どうって言ったらもう分かんないね、難しいねみたいな。逆になんかこうやってうずらがもう9万羽ぐらいいる中で、なんでね、一匹一匹の一羽一羽のうずらをそんなにこうやって可愛がって、ペットとして可愛がって暮らしてないから、逆になんかうずらが泳ぐとか、うずらがなんかこう布団の上で寝るとかくつろぐとか、そういうのね教えてもらうと、びっくりしますって言って、うちのね、うずいちは特に泳ぐのが得意だったんで、泳いでるところをお見せしたら、うずらと泳ぐんですね、なんか言われちゃってね。あんなにたくさんうずらがいるのに。でもなんか、9万匹、9万だけどね、ものすごい、ちゃんとしたところでも、顔が、このかわいい顔が、かわいいね。うずら好きにはたまらない。うちのうずみ。あ、だぐるぐるしないで。かわいそうでしょ。卵でも。あんまりじんない。これ、うちのうずみ。うず、さんって書いて、うずみって。女の子です。よろしくお願いします。女の子を育てるっていうのはな、重いな、ある意味夢だな、これは。かわいいね。すっごいね、だいたいね、うずらのツボは、タロとうずいちで慣れてるんで、こういうここが気持ちよくて寝ちゃうんだなとかっていうのは、ね、分かってる。こう、もう柔らかさが全然違う、柔らかさが。女の子って、なんかこう、なんだろう、この好きなツボはね、同じみたい。こういう、こことか、喉元のこういうとことか、このね、目のね、近くのこういうところが好きみたいなんだけど、柔らかさが全然違う、体の柔らかさが。かわいい。たまらない。かわいい。この何分でもこれうずらをね、逆にうず太郎しかいなくなっちゃうと、うず太郎をずっとなで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 してると、うず太郎だけだと疲れちゃうか、うず太郎が。だからこれからはちょっとうずみもいるんで、半分半分。
たまらないです、この癒されっぷりが。では、太郎くんが元気になったということで、うずらプロジェクトをよろしく頼む。太郎が暴れてる。あれ、太郎来た、太郎が。太郎が来た。太郎が来た。太郎ちゃん、太郎さんお前元気になったね。ずいぶん元気になったね、太郎ちゃん。ちょっとうずみもちょっとなんかない。ちょっと緊張してる。ちょっと泣いてるね。みんな元気になったち。あ。笑える。ということで、うずらの卵たくさん買ってきましたっていうお話でした。なんかやっぱりなんかうずみも太郎がいるとちょっと泣く。太郎たち、これがね、違う、圧倒的な違い、ここのこれ、ここも違う、このね、違うね。はいはいはい、うず太郎暴れてます。よろしくお願いします。太郎、何臭いの？違う違う、そのうずみくんに従って。太郎、うずみがびっくりしてるでしょ。おっさん、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 うずらの太郎くん、おっさん、おっさんかけ、負け回れの。おっさんかけ合ってる。ちじい。おっさんかけ回ってるよ。